それから、去る4月19日に3回目となります仮設住宅の訪問を行いましたので、ご報告をいたします。今回入居者の皆様方と直接お目にかかって、お話を伺いました。現在のお住まいの状況、また、さまざまなご意見等にですね、触れてお伺いをしましたけれども、昨年に比べまして、住まいの確保が進んだというふうに答えられる方も増えたというふうに感じました。一方では依然として生活面あるいは住まいの確保環境面でですね、まだ課題が多いというふうに感じておられる方が多かった、あるいは、自宅が見つからない、それから不安であると、生活の不安と、こういったものも、多く、の方がですね訴えておられまして、そうしたことに引き続き職員一丸となってですね、全力で支援に取り組んでまいりたいというふうに決意を新たにしたところでございます。今回お伺いしたご意見も踏まえながら、本年度中には皆様方がの住まいの確保のめどがですね立つようにですね全力を挙げますとともに、仮設住宅等からこの退去された方がその後ですね新たな環境の中で地域から孤立をすることがないように、このコミュニティの支援というものにも力を入れてまいりたいというふうに考えております。なお、一部報道でもあったんですけども、前の原仮設住宅の入居者の方々と この意見交換をさせていただいている中で、空き部屋のこの活用ということでご意見が出されました。でその中でみなし仮設からプレハブ仮設への住み替えに関するお尋ねがございまして、その中でですね、担当局からの話もありましたので、住み替えがですねできないという旨のですね、お答えをしましたけれども、これは災害救助法の上の考えでは一度仮設住宅の提供を受けた場合は、仮住まいを確保したということになりますために、別の仮設住宅への住み替えは健康上や、貸主のこの都合等による理由以外は、認められていなかったために、そのように答えてしまったわけでありますけれども、改めて確認しましたところ、現在では、空き部屋の活用の観点から、みなし仮設からプレハブ仮設へ住み替えが可能ということでありましたので、この点に関しましては、訂正をさせていただきたいというふうに思います。なお、当該その自治会の方にはですね、もうすでに改めてその、趣旨については説明をさせていただいて訂正をさせていただいたところでございます。